ああ、川の下の子です。歌手清光。扱いづらいけど、性能はいい感じ。でね。通し稽古をやったり、稽古を積み重ねていけばいくほどに、あ、ちょっと大変だなと。6人いるっていうことの心強さを感じるとともに、で逆にそしたら一人でもできちゃうんだぜっていうところを見せたいなっていうふうに思って、かなり今回は成長できた公演になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。根底にはやっぱりその皆さん、見に来てくれた皆さんを楽しませたいなっていう思いはやっぱりダンサーしかり、自分しかり、スタッフさんしかり、みんな持ってたと思うんで、全員が刀剣男子じゃないですけど、そんなような意気込みでやってましたね。さあ無人だ、失うことなど恐れない、風が咲かないでも大地は荒れると、走れ走れ力尽きるまで信じる旅路進め、燃えろ燃えろ命果てるまで生きた証抱きつけろ爪と牙を研ぎ澄ませ。刀剣市場じゃなくて俺のお仕事市場一番大変だったかなって思いますけど、でもやっぱり16公演もやると後半からやっぱりこう人間がこう、なんていうんですか、対応してくるからすごいですよね。やっぱりゲネプロとかは正直ヒヒヒヒ言ってやってましたけど、なんか最後の方とか爽やかにできてたかなっていうふうに思いますね。見えない糸は炎に消え、衝動へと移りゆくよ。燃え盛るだろう、決して抗わずに、色もない変わらない、何もない心に。基本的に刀剣乱舞の2部の曲っていうのはたくさんの曲がある中から、例えばこれが飛鳥氏らしいだって、これが幕末らしいっていう風に選考会みたいなものを、いわゆる曲選びをやってピックアップしていったものを皆様にお見せしてるっていう形なんですけど、キス・フォー・ザ・ワールドに関しては短期出陣のために作られた曲なんですよね、実は。だからなんだろう、そういった歌詞とか見ていただければ分かると思うんですけど、何度も聴いていただければ分かると思うんですけど、やっぱり、まあ、歌手清光だけじゃない、みんなそう感じたりする、なんかいろんなこう日常生活とか生きていく上での葛藤だったり、そういったネガティブなところだったりから始まる曲なんですよ。なんか実はあんな曲調だけど、最後の方にはこう元気づけられるような、聞いた時に意外と元気もらえるような歌詞なんだなっていう風にも思ったし、で曲調も目まぐるしくてかなり展開が多い曲なんで、飽きることなく聴いていただける曲なんじゃないかなと思いますね。今この時を切り取ったみたいに止められたのなら、どんな悲しみだってなったスウェイに込められたのなら、見つめてくれるなら、これは俺がこの曲がいいですって一押しした曲ですね。ミュージカル刀剣乱舞の歌手清光って皆さんどう思われてるか分かんないですけど、自分の中でやっぱり解けない魔法っていう存在はかなり大きくて、解けない魔法と対になる、いわゆるアンサーソングのような曲だなって最初に印象を受けて、で、なんていうんですかね、歌手って